はいどうも、今日も元気にバトルやっていきましょう。チャンプルーです。さあ久しぶりにね、ちょっと一刀両断させていきましょうかな。夏美さん、さっきと同じチームでやる。はい、で時間が1時34分ですか。まあ夜はこれからです。俺の夜は多分4時まで続くと思うんで、いつも寝落ちしなければいつも4時ぐらいにまで起きてます。さあどういう試合になってきますかね。楽しみですね。ほいほい、はい。でまあ安定のメカ飛びとかでコンボするやつです。はいはい、 OK。はい、OK。リスポーン地点から買っていく。ダブバレー。あら、飛び降り。かわいそうですね。当たってくれ。当たってくれない。OK。飛びパッチ。はい、バイバイ。もうね、読めるんで、こういうのはもう。もうなんかやってたらみんなも読めるようになる、こういう動き方とか。未来予想図とかできるようになるよ、みんなも。なんか全然大したことないよ、今の偏差値とか。ちょっとみんなもね、慣れてほしい。さあ、強化弾発見ですね。初手強化弾ナイス。はい、これはもう一回飛びパチで落として、で復活してきたところやる感じで、まあもうこれはいいや、もう強化弾で。さあまたね、現れてきましたね。なんかよし、おっと、多分アイスパチンカかな。 OK、 当たった。いやーちょっと分が悪い。いや結構いい当たり方したわ今。あったれ。 OK、 当たった。横殴り。あーちょっとね、段差が邪魔でしたね。オッケー、振りが当たって落下終了。さあ夏美もご満悦の様子。いやー楽しいですね、夏美。夏美はね、なんかコンボができると楽しくなる。なんだこいつってなるかもしれないけど、使っていって慣れたらマジで楽しい、このキャラは。さあ、おっとアイス。さあ打ち合いには勝ちました。あーもうちょいで。カメラが仕事したいんですよね。さあここは裏取りでちゃんと行きましょう。ああいう風に積んだなと思っても絶対どこかに道はある。いや落としたかったな今の。普通にオッケー。またか。おお、やっぱねピロキは飛び降りが好きですからね。危なっ。おお、なになに、よくわからない謎地獄が起きました。
さあ当てていきたいね。はい、爆弾ね。はい、あ、はい、これ当てる。はい、未来予想図。さあさすがね。え、ダメですよ。マジ当たんないのそれ。おー、危ねえ、ギリギリ。いや、それも当たんなかったらきつかったわ。なんとか当てられました。まあなんかグダグダ気味のバトル3でしたけど、許してください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。